Face masks. They're something many of us became familiar with during the pandemic. But in Japan, they seem to have stuck around. Those of you who've been to Japan since the coronavirus restrictions were lifted last March, or indeed, watched any of the incredibly entertaining, deeply thought-provoking content on this channel, will have probably noticed that there are still quite a lot of Japanese people wearing them. But why? Are they simply an anti-infection measure? Are there cosmetic reasons? Or does Japan just happen to have a lot of surgeons walking around in public? Join me as we hit the streets to find out. 海外と比べたらマスクの使用率が日本では結構高くて、それはなぜだと思いますか？今日マスクをつけてらっしゃる理由教えてもらえますか？すっぴんやからです。マスクを外したらちょっと自信がない感じですかね？はい、今から整形するからすっぴんで。今日整形するんですか？はい。整形しなくても可愛いんですよ。ありがとうございます。はい、新型コロナウイルスの影響で4年前とかは多分そのマスクつけるのが必須だったんで、多分それの名残がまだあって、その日常に戻った今でもマスクつけてる人が多いんじゃないかなっていうふうに思います。若い女性はその、コロナ禍でマスクを着用することによって、その顔が目しか出ないじゃないですか。でそれでこう可愛いっていう評価をされやすくなった人が多くて、それで外すことに抵抗を感じている人が多いっていうのと、ただ単に感染症がちょっと日本でもまだマイコプラズマ肺炎だったりそういうのが流行ってるので、それ対策でつけてる人もいると思います。感染予防の部分はまだあるんですね。ありますね。でもそれ以外はその可愛さ、その顔の半分を隠すことによって可愛い、あとその顔を隠すことによって人に顔を見られないっていう安心感を得られるっていう理由でつける人もいます。可愛いってなってるのもそうだし、あとは目元だけやとメイクで結構変わったりするんですね。なんでメイクだけで変えられるもの、整形とかしないでメイクだけで変えられるものを見せることで自分の自己肯定感が上がったりするから、自己肯定感は結構あると思います。じゃあ自尊心結構関わっているんですね。関わっている子は多いと思います。なんか日本は美的感覚っていうか、なんかその顔を見る人が多いんですよ。だから顔を意識して生活している人が多いと思います。女の子は特にそうだと思います。マスクをつけてらっしゃると思いますけど、その理由教えてもらえますか？風邪ひいてるんで今つけてます。はい、早い回復をお祈りしています。ありがとうございます。普段からつけてないわけですか？普段はあまりつけてないですね。人にうつすとあれなんで嫌なんで、はい、嬉しいです。ありがとうございます。海外と比べたらなぜ日本のマスク率は未だに高いと思いますか？どうなんですか、アレルギーとか花粉症とかあるから、別にコロナとかそういう意味でもなく、アレルギー対策っていうのもあるんじゃないですかね。今日マスクをつけてらっしゃる理由教えてもらえますか？秋の花粉症があって、それで鼻がムズムズするのでマスクをつけてます。なるほど、それは毎年そうなるんですか？毎年そうなります。でコロナ禍の前からつけてらっしゃるんですか？つけてました。はい。じゃあ元々のマスク族。元々のマスク族です。コロナ禍が終わったんじゃないですか、それなのに未だにつけてる人が多くて、それには理由あると思いますか？感染予防でやっぱりつけてる人もいると思いますし、やっぱ花粉症って人はやっぱり多いと思うので、そういうのでつけてる人も多いと思います。今日マスクをつけてらっしゃる理由教えてもらえますか？つけてる理由はいつもつけてるから、毎日つけててつけてななんかちょっと不安に感じるっていうか、そうだからもう慣れかなと思って、はい、体の一部分になっちゃったみたいな感じですかね。もうそれほんまにそれやと思います。体の一部分になっちゃいました。もう、はい、なかったら死ぬ。それはちなみにいつぐらいからですか？もうコロナが始まってから2020年からです。はい。シャワーの時とかは？シャワーの時も残念ながらつけてます。え？嘘、冗談冗談。つけてない、さすがに家では撮ってます。コロナの影響もあると思うんですけど、日本人はやっぱり自信、顔に自信が持てないっていうか、そういう
思考を持っている人が多いと思うので、まあ、それを隠すって意味でも今でもこうマスクをつけていると私は思います。日本人は結構感染したくないっていうかそういう意識が高いからだと思います。そうと言っても今日はつけてらっしゃらないんですね。自分の免疫にたっぷり自信持ってますね。はい、自信持ってます。あ、メイクが崩れるんであんまりつけたくないなっていう。確かにメイクつけたことないんですけどなんか崩れそうですね。崩れますね。仕事でマスクつけてるんであんまりマスクつけたくないです。日本人が真面目だからとかそんな理由じゃないですか。真面目さとマスクの使用とはどんな関係ありますか。律儀というかそういうところにやれと言われたやる風習がついてるんじゃないですか。同調圧力的な感じですかね。そうですね、そんな感じしますね。マスクをつけるプレッシャーを自分感じるんですか。いや、そんな感じはしないんですけど、でも電車の中とかやったらつけた方が、なんか電車の中だけつける人とかいて、そういう時はつけた方がいいんかなみたいな同調圧力感じることはあります。感じるけど屈しない。そうですね、つわもの。今日マスクをつけてる理由、作ってる理由教えてもらえますか。マスクをつけてるのは仕事上今の感染症が流行ってるので自分がならないために。なるほど、今感染症あるんですね。はい、インフルエンザとかやっぱ流行ってきてるので、一応念のためしてます。日本人は恥ずかしがり屋さんが多いと思うので、マスクをつけて顔を隠すということで自信のなさを隠してると思います。感染予防で、感染予防。みんなを感染させたいですか。いつもつけてないから。あ、自分の免疫には自信たっぷり。僕も一緒。あ、一緒。なるほど。でも逆につけなかったらちょっと違和感があるんですね。そうですね、外でつけてなかったらちょっともうマスク探さなみたいな、買わなコンビニでってめっちゃ思っちゃいます。日本ではそういった理由でつけてらっしゃる人が多いと思いますか。あ、そうやと思いますよ。多分みんな慣れか顔に自信がないか、あとはまだちょっとやっぱり不安があると思うので、それでみんなつけてる人が多いのかなと思います。はい、コロナ禍に振り返ってみると、その緊急事態宣言の繰り返しはしてよかったなと思いますか、今になって。いや、思いますよ。ちょっと不謹慎かもしれないですけど、ちょっと非日常体験というか、なんかそういうのがあったからちょっと楽しかったし、ちょっと今でも戻りたいなって思う時もあるから、感染者が出る出へんじゃなくて、なんか家にいる楽しさが見つかったからいいと思います。家にいる楽しさを見出すには何をすればいいか、アドバイスありますか。あ、ゲーム。もうゲームしかない。一番好きなゲーム教えてください。今はポケポケで、前まで馬娘とスプラトゥーンとかやってました。はい、オタクですね。そうですね、コロナの影響とかもありつつやっぱ楽だと思うので、マスクしてるとっていうのがあると思います。自分がつけるとしたら、そのマスクは感染対策でつけてる感じになります。たまにつけるときはあるんですね。まあ仕事の時ぐらいですかね、つけるとしたら。何をされてらっしゃいますか。飲食店をしてます。仕事でつけるときはそれは義務ですか、それとも任意ですか。任意ですね。もう予防として習慣づいちゃってる。あとメイクするのがめんどくさいときはすっぴん隠すのにマスクつける。今日つけてらっしゃらないんですけど、それはなぜですか。今日は遊びに行くためにもフルメイクで。そう、メイクしてるからマスクつけへん。ベストな自分で向き合いたいんですね。口元がそんなに自分に自信のない人はつけるんじゃないですか。自分の口元に対する自信も10点満点で評価してください。4点ぐらい。マスクを外す気が来ると思いますか、いずれ。いやー、でもほんまにコロナがなくならない限りないんじゃないかなとは思います。はい、じゃあ一生の友達になるんですよね。はい、ベストフレンド。一回 Tinder を使った時期があって、結構高い確率で日本人女性が写真の中でマスクをつけてたんですね。でもやっぱり Tinder を通じてコロナがかかることがないんで、
それはなぜだと思いますか？マスクしてたら目元しか映らないから可愛く見えるからやと思います。あ、逆に可愛いですね。僕全部左スワイプしちゃったんですけど、左はアウト。そうですね、やっぱりスーパーに行ったらピザを買うとしたら、そのピザの半分が隠されたら買わないんじゃないですか。そうですね、僕そのピザ全体を、はい、たっぷり見たいんです。マッチングアプリで女性はなぜマスクをつけると思いますか？マスクの下自信がない自信がない自分の顔に自信のない人にアドバイスありますか？自信を持ってください。可愛いから。恥ずかしいからじゃない顔を見られたくないから、全部を見られたくないから、なんかあんまり自信がない人が多い。自分の顔に、外見になんか自信がない人多いから、マスクつけて目元だけ見せる。それに対してどう思いますか？例えば男性が顔の半分を隠してたら右スワイプするんですか？雰囲気かっこよかったら話してみたいみたいな。でマスクの下も見てみたいと思う。もういいねつけなし？なし。自尊心がなくてマスクをつけなければ家を出られない子に何らかのメッセージやアドバイスありますか？意外とみんな人の顔をそうやってこう、この子は顔が可愛いとかそういうので判断し、私はの周りではいちいち人の顔を、みんなの顔を見てこの子は可愛い、この子は可愛くないとかする人はいないから、なんかそういうひどいことを言う人は跳ねのけて、もう自分の周りでこう優しい人に囲まれて生活しましょうって思います。街出るのに他のすれ違った人とかにそんな可愛くないって思われるから、マスクをつけるとかだったらそんなに覚えたりしないから、その人の顔を見て文句をつけるとか可愛くないなって思ったりしなくて、覚えてもないし多分だからそんなに気にしなくても全然大丈夫だと思います。そうなんですね、多分本人ほど気にしている人はこの世にはいない気がしますよね、うん、自分との戦いを勝ちましょう。顔に全然自信のない人に向けて何らかのアドバイスありますか？心の持ち方だと思います。もう常に、まあ、人よりも自分は上にいるっていう、まあ、そういう、まあ、下かもしれないけど常にこう自信を持って行動するっていうところが日々のこう自信の表れとか行動にもつながると思います。まあ、でも多分自分が顔隠してるからなんか相手に顔っていうよりも中身を見てると思う、そういう人はって思うから、アドバイスは別にないかな。もうありのままを見せたらいいよって。花粉症に患ってて今日175回ぐらいくしゃみしてきました人にアドバイスありますか？鼻のいい薬が見つかるといいなと思います、そういう人は自分の彼女が浮気してんのかなと疑っててどうしようかな悩んでる方に何かアドバイスありますか？信じるしかないんじゃないです、はい、監視カメラや盗聴器とかありかなしか？いや、なしですね。わかりました。はい、今日ピザを食べたい人にアドバイスありますか？サイゼ一番かかってほしくない病気は何ですか？もうやっぱり何年か前にあったコロナが一番だと思います。コロナのパンデミックがワクチンを売るための茶番だったと思ってる人にメッセージありますか？信じた方がいいかも。やってみる価値あり。打ったんですか？打った。大丈夫ですか？大丈夫、かかったことない。飼い猫に嫌われてる視聴者さんにアドバイスありますか？嫌われてる視聴者さんにアドバイス、いっぱい餌あげるといいと思います。いいですね、はい、自分の猫に嫌われてる人にアドバイスありますか？猫に嫌われてる、猫飼ったことないか分からない。もし顔として嫌われたらどうしますか？嫌われたらほっとく。山に放棄しちゃうんですか？それはしないです。 If you're weird enough to enjoy these videos and you want to support the channel and help me make more, please leave a donation at the link in the description. And as always, thank you for watching. Subscribe to Interview in Japan. Subscribe to Interview Japan. Subscribe to Interview Japan.